アメリカ南部のバージニア州で車を運転していた有色人種の男性が警察官から正当な理由なく銃を突きつけられて催涙イイスプレーを浴びせられるなどの暴行を受けたとして訴訟を起こしました人種差別的な扱いを受けたと訴えています去年12月南部バージニア州でアメリカ陸軍に勤務する男性が車を運転していたところ 警察官に停止させられ、車から降りるよう求められた際の様子です。男性は、なぜ、降りる必要があるのかを尋ねますが、警察官は、それには答えません。警察官は、サイロイスプレーを噴射し、男性を車から降ろすと、地面にひざまずかせ、手錠をかけました。その後、警察官二人は、暴行を加えたということで、今月に入って、男性は、 二人に損害賠償をを求める訴えを起こしましまた。当時男性は買ったばかりの新車を運転中で車体には正規のナンバープレートがなく仮のナンバーを窓に掲示していました警察官側はナンバープレートが見えなかったため停止を求めたとしていますが男性は黒人とヒスパニック系の有色人種で人種差別的な偏見から 不当な扱いいを受けたと訴えています現地の報道によると、男性は陸軍少尉で、身分証も提示したとのこと、それなのに、警察官に催涙スプレーをかけられたそうです。実際、いきなり銃を向けています。アメリカの警察官、怖すぎます。無抵抗なんだし、もっと穏やかに、職務質問できないものでしょうか。もっと 真摯な方法に変えられないんでしょうか警察官の指示に従わない運転手が悪いのかそれとも紳士的に話を聞こうとせず問答無用で拘束しようとする警官が悪いのか日本人の私はどっちもどっちのように感じますご視聴本当にありがとうございました。